私は現在笠前協同組合の理事長をしております大津博です。1947年笠間に生まれ現在に至っております。私の家は私で4代、息子で5代になります。私の作品の特徴は釉薬の種類の多さにあります。特に窯変物で紫ピンク色の陶工釉と青釉的天目は難しい釉薬ですが大変人気があります。これらの釉薬を使って使いやすさを求めた日常生活の器を追求していきたいと考えております。今後理事長としての責務は多くの陶芸家が世界に羽ばたけるような環境づくりと活力ある笠間焼産地づくりにあると思いますので、最大限の努力をしてまいりたいと考えております。また多くの陶芸ファンの皆さん方にも喜んでいただけるようなファンサービスもしていきたいと考えているところであります。どうぞよろしくお願い申し上げます。